今日の動画は検証企画です。今日はラズベリーパイ4モデル B に冷却ファンまたはヒートシンクは必要かについて検証していきます。検証方法なんですけども、 CPU と GPU に負荷をかけた状態でその CPU の温度を測定しました。結論から先に言いたいと思うんですけども、ラズベリーパイのソックの部分に十分な風量の風を当てていればヒートシンクのありなしに関わらず十分に冷却できることを確認できました。また冷却ファンとヒートシンクがない状態でも処理速度は低下しますけども使用できることを確認しました。それではどのようにしてこの検証を進めたかについてこれから説明したいと思います。検証を始める前にまずラズベリーパイの発熱について少し話しておきたいと思います。これは歴代のラズベリーパイのモデルです。インターネット上の情報を見る限りではラズベリーパイ1とラズベリーパイ2については発熱というのはそこまで大きな問題にはなっていないようでした。発熱が大きくなり始めたのはラズベリーパイ3からです。これはラズベリーパイ3に使用している CPU と GPU の性能を高くしたことが原因です。ラズベリーパイ3になってからは CPU のクロック周波数は 1GHz を超えて、モデル B プラスについては 1.4GHz になっています。今回検証するラズベリーパイ4モデル B については CPU はクワッドコアの 1.5GHz、 GPU については 100MHz クロック周波数がアップした 500MHz になっています。CPU と GPU のクロック周波数が高くなると消費電力はさらに大きくなるというのは直感的に理解できますけども、では実際どのくらい大きくなるかについて見ていきます。これは歴代のラズベリーパイが必要とする消費電力を表した表です。実際この表に書かれている数値というのは電力ではなくて電流値です。この電流値に 5V をかけると電力の値に変換することができます。赤枠で囲った部分はラズベリーパイに負荷をかけた時の消費電流です。ラズベリーパイ 4B の消費電力は 1.2A、 初代と比べてだいたい4倍くらいまで大きくなっています。このため何かしらの冷却する手段が必要になるということがわかると思います。次に検証する際の条件について話します。今回使用するのはラズベリーパイ4モデル B です。こちらのラズベリーパイをケースに入れた状態で検証を進めていきます。室温については25度一定の条件で測定しました。使用するケースはこちらです。 Amazon で2000円で購入しました。概要欄にリンクを貼っておきます。こちらは冷却ファンです。冷却ファンの風量は 5V 固定の高速モードで使用します。これはラズベリーパイのソックに貼り付けるヒートシンクです。15ミリ角の高さ4ミリのものを使用します。今回の検証では測定時の条件は5つあります。まず1つ目がヒートシンクと CPU ファンを2つとも装着した状態です。これが一番標準的な使用条件だと思います。次に冷却ファンを逆向きに取り付けてしまった場合です。本来ならケースの外から中に風を流入させるような方向に冷却ファンは取り付けますが、今回はケースの中から外に空気を出すような方向に取り付けます。3つ目の測定条件はヒートシンクはありますけども冷却ファンがない状態です。いわゆるファンレスの状態です。4番目の測定条件はヒートシンクはないけども冷却ファンはある状態です。そして一番最後5番目の測定条件が冷却ファン、ヒートシンクともにない状態です。おそらくこの状態が一番動作環境的には厳しいものになります。以上の5つの条件で測定をします。次に CPU と GPU への負荷のかけ方について説明します。 CPU へ負荷をかけるときには OpenSSL のスピードを使いました。このコマンドを使うことによって CPU の4つのコア全てに負荷をかけることができます。その結果 CPU の使用率は常に 100% になります。 OpenSSL コマンドだけでは GPU に負荷をかけることはできません。なので何かしらの方法を使って GPU に負荷をかける必要があります。なかなかいい方法が見つからなかったので今回は YouTube で動画を再生することによって GPU へ負荷をかけることにしました。次に CPU をどのようにしてモニタリングするかについて説明します。測定の対象になるのは CPU の温度と CPU のクロック周波数です。この2つを同時に測定します。CPU の温度については CPU に内蔵されている温度計を使います。
CPU のクロック周波数についてはシステムから直接取得します。これら2つの値を取得するように Python でプログラムを書きました。こちらがプログラムの実行結果です。左側から秒数、CPU 温度、CPU クロックになります。こちらを見る限りだと CPU のクロック周波数はアイドリング時には 600MHz に落ちているようです。先ほど作成したプログラムを実行するためのシェルスクリプトを作りました。こちらのアイコンをダブルクリックすることによってプログラムを実行できます。こんな感じです。実際の測定はこんな感じでやります。 YouTube の動画を再生しながら先ほどの OpenSSL コマンドで CPU に負荷をかけます。そしてこれと同時に先ほど作成したプログラムを走らせることで CPU の温度と CPU クロックを測定し、そしてその結果を CSV 形式で保存します。ちなみにこちらの映像ですね、 YouTube の動画がめちゃくちゃカクカクしていますけども、これはですねラズベリーパイをリモートデスクトップ接続で操作しているからです。実際にはこんな感じでもう少し滑らかに動いています。こちらが実験結果です。横軸が負荷をかけ始めた時からの秒数、縦軸が CPU 温度です。室温は25度の状態で測定しました。まず全体的な傾向について話していきたいと思います。まずヒートシンクのありなしにかかわらず CPU ファンが回っている状態なら CPU の温度というのは低く抑えることができます。一方で冷却ファンがない状態というのは CPU の温度をうまく放熱することができず、結果として CPU 温度は85度近くまで上昇します。次に無負荷値についてですが、冷却ファンが回っている状態なら CPU の温度は40度前後で抑えることができます。一方で冷却ファンがない状態だと CPU のアイドリング時の温度は少し上昇して55度から60度の間になります。次に個別の条件についてそれぞれ見ていきたいと思います。まずはじめにヒートシンク、冷却ファンがある状態です。この状態が CPU を一番よく冷却できています。無負荷時の CPU 温度は37度、高負荷時の CPU の最高温度は53度でした。また CPU が最高温度に到達するまでに必要とする時間も一番短かったです。次に冷却ファンの取り付け方向を逆向きにした場合です。この場合アイドリング時の温度は40度です。そして高負荷時のマックスの温度は59度になりました。ファンの方向を間違えてしまうとヒートシンクに直接風を吹きつけることができないため冷却効率が下がってしまったと考えられます。また CPU ソックの周辺回路に冷却風が当たらなかったことによる温度上昇も考えられます。次に冷却ファンはありますがヒートシンクがない状態について見ていきたいと思います。つまりこれはヒートスプレッダに直接冷却風を当てているのと同じ状態です。無負荷時の温度については41度、最高温度については59度になりました。これは先ほどの結果とあまり変わらないです。次にヒートシンクはあるけど冷却ファンがない状態について見ていきたいと思います。この場合アイドリング時の温度は55度、最高温度は83度になりました。やはり冷却風が当たっていない状態というのは CPU にとっても厳しいようで、アイドリング時の温度、最高時の温度もともに上昇してしまいました。また最高温度に到達するまでに必要な時間というのも冷却ファンありの状態と比較すると長くなる傾向にあります。これは高温に到達するためにはより多くの熱量を必要とするからです。そして最後にヒートシンクと冷却ファンがない状態です。無負荷時の温度は55度、最高温度は83度になりました。これについてはヒートシンクあり冷却ファンなしの状態と変わりませんでした。ただし温度上昇の仕方については少し違いが見られます。ヒートシンクあり冷却ファンなしの状態の方が温度上昇のスピードというのは少しゆっくりめになるようです。これはヒートシンクによって熱の発散が促進されたためだと考えられます。しかしながら最高温度について違いはありませんでした。 CPU の最高温度が83度付近で飽和する理由なんですけども、これを次に説明していきたいと思います。これは CPU の温度と CPU のクロック周波数のグラフです。横軸が時間で、左側の縦軸が CPU の温度、右側の縦軸が CPU のクロック周波数です。これはヒートシンクと冷却ファンが2つともある状態なので CPU の温度は53度で飽和し、そして CPU のクロック周波数は 1.5GHz を維持しています。これはヒートシンク、冷却ファンともにない状態です。 CPU の温度が80度を超えてくると CPU のクロック周波数は 1GHz に低下します。
これは CPU を高熱から保護するために CPU の保護機能が働いたためです。ラズベリーパイのドキュメントを見てみると、 CPU の温度を85度以上にさせないために80度から85度の間で保護機能が働くようです。CPU の保護機能が働いた場合、 CPU のクロック周波数は 1000MHz、750MHz、600MHz まで低下します。それでは結論です。ラズベリーパイにヒートシンク、冷却ファンは必要かなんですけども、冷却ファンは必ずあった方がいい。ヒートシンクはあってもなくてもそこまで大きな変化は見られないというのが結論です。結局ヒートシンクだけ使ったとしても、ヒートシンクに風が当たらなければ冷却の効果というのはほとんどなかったんですね。逆にヒートシンクがない状態でも CPU のヒートスプレッダーに風が当たるなら温度はかなり下げることができます。なので今回の動画ではエアフローと冷却風の重要性というのが分かりました。今回の動画では半導体の寿命と温度の関係というのは取り上げませんでしたが、また機会があるならこちらの話題を取り上げたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。